趣旨として、横浜再発見、これ細かいことを言うんですけれども、発見とまたちょっと違います。発見というのは、まあ、ちょっと穴場を、ね、見つけてきて、皆さん、まあ、風景描かれている方多いと思いますけれども、まあ、こういう風景もあるぞと、こういうところを発見したと、まあ、そういう意味になると思うんですが、再発見となりますと、ちょっといささか意味が違うと思います。例えば朝見た風景、夕方、夕立の後見た風景、同じ風景でもまた感じ方が違う。でその時のやっぱり発見って割と大事じゃないかなと。それから季節にもですね、同じポイントであっても、春先に見た風景とはまた秋口に見た風景、また冬見た風景、これまた違うと思うんですね。で風景の楽しみ方ってそういう違いの中からこう、以前は感じなかった何かを見つけるっていうね、そういうのが風景を描く上ですごく楽しみの一つじゃないかなと。で同じ風景を見て、何かを発見するっていうのはその人のやっぱこう意識っていうかね、目的意識がどう操作するかと、それにかかってると思うんですね。で今回はレクチャーのテーマとして写生っていう写生の楽しみ方っていうね、よく風景、こう写生会って言ってね、こう言われます。でこの写すっていう字がね、僕かねがね思ってるんですけど、非常になんかこう表現する上で邪魔になるっていうかね、なぜかっていうと写し取るっていうのをなんかこう再現するっていうふうにね、なんか無意識に、もう小学生の頃からね、なんかこうインプットされてる人多いんじゃないかと思うんですよ。で再現するっていう目的で、ちゃんと再現できないと上手に絵が描けないということで、なんか幼い時からなんかトラウマみたいにね、苦手意識持っちゃう人多いんじゃないかと思うんですよ。で再現に対してこう表現っていうのがね、最もこう意識して捉えすべき要素なんだと思うんですが、どうしてもこう再現っていうね、きっちり写すっていう方に、まあ、日本人の体質として好きなのかもしれないけれども、その再現にどうしてもこだわっちゃう。再現しきれないから私絵不得意っていうふうにね思ってらっしゃる方少なくないんじゃないかと思うんですが、僕はねおすすめするのはね、この再現っていうところを取っ払ってね、もういきなり表現に行っちゃった方が楽しいんじゃないかと思うんですね。で表現っていうと、まあ、色彩表現ね、光の表現とかいろいろあると思うんですが、一体何をこう落としどころとして自分の こだわりにするか、そういう切り口を持って風景探したらいいと思いますね。